指切り指切りは、近世以降の日本において、約束の原始を誓うために行われる、大衆の風習。指切り玄万の略語、フック状に曲げた小指を互いに引っ掛け合う。その際、指を絡め合った状態で上下に振るのが通常であり、また、指切れ玄万、嘘ついたら針千本伸ばすという、約束を違えた時に課される、名目上の罰を内容とする。 マジないの言葉を共に唱えて意思を確認し合うことが多い。拳マンは、握り拳で一万回殴る、針千本のますは、針千本を伸ばせるではなく、裁縫針を千本伸ばせるという意味である。小指を立てた状態男女が愛情の不遍を誓い合う胸を証拠立てることを、真珠律というが、指切れは、遊女が客に対する真中立てとして、 小指の第一関節から指を切って渡したことに由来している。これにはかなりの激痛が伴うため、それほど愛してるということを意味し、もらう客も遊女の思いに応えるくらいの気構えが必要であった。しかし、実際に切る遊女は少なく、偽物の指が出回ったらしい。そして、この指逃れが一般にも広まり、約束を必ず守る意志を表す風習へと変化した。 同風習が、バクト集団でも広がり、親分に対する忠誠の誓いに利用されるようになった。もっとも、バクト集団においては組織内ではを乱した場合に、親分に対する謝罪の意思として、指を切断することでけじめをつけることとされる。今日のヤクザの縁小詰めは、この指切りの風習に由来するものである。日本の社会において、指を切ることによって、責任を取らせるといった行為自体は、 中世初期における武家が最初であり、あずま鏡の12世紀末の記述として、戦時中、味方打ちをしてしまったものは、指切れの刑に処されたことが記述されている。そういった意味では、指爪の発想自体は、近世以前から存在する。室町幕府が、永正9年8月に定めた、エリゼニレーの条例には、違反した者は、男は首を切り、 女は指を切らるべしとの肉体系を記しており、女性の指切りを刑としている。これは違法に対する刑罰ではあるが、責任を取る形の一つとして、女性の指切りが社会的に認知される下地が中世からあったことがわかる。ありがとうございます。